はい、それではボディバランス体操から説明をさせていただきます。このボディバランス体操というのはですね、私の知人であります、整体師、あと外科、あと内科ですね、あと心療内科もやってる方がいるんですが、そこら辺の治療師だったり医師である方々と一緒にお話をしまして、こういうことをすると、体の歪み、精神的なストレス、ね、そこら辺が改善されて解消されるということを目的に作った体操です。体操というと部分的なところを解消するようなストレッチ、あと手技療法が主体なのですが、このボディバランスというのは全身のバランスを整えることによって、局所の痛みですね、例えば肩とか膝とか腰、首、そういうところを、解消していこうじゃないかと。そして歪みにくいような体づくりですね、それを目指しております。そしてそれを長い期間続けることによって、内部で体の歪み等が原因で発生してしまう精神的なストレス、そしてその精神的なストレスを解消するために、どうしてもこう人間ならばしてしまう食べ物、飲み物をちょっと過剰に摂ってしまったり、あと刺激物ですか、そういうことによって内臓にダメージを与えているわけなんですが、そういうところも、ね、ひっくるめて改善解消できればと思って作り上げた体操であります。まず人間の体というのは骨、そして筋肉、中内部には臓器があるのですが、まずこの骨格ですね、骨そして筋肉のその部分的なストレス、これを解消していくところから始めていきます。人間というのは朝起きてから夜寝るまでほとんど単調な動きしかしません。特殊なお仕事をされている方もやはりそのためにこう特殊な体の使い方をするわけなんですが、やはりそれも偏った体の使い方、右利きの方はやっぱり右を多く使いますしね、目を使う方は目を多く使うでしょう。そういうところが積み重なってしまうと、結果的に全体の歪みを併発してしまって、部分的なその痛みを発症させてしまったり、そのストレスを出してしまったりします。それを解消していく体操です。やることは簡単なんですが、関節筋肉をいろいろな方向にしていく。でなおかつ今立っているやってるわけですが、これを寝てやってみたり座ってやってみたりすることによって、重力が自分たちにこう、例えば立っている時はこうなんですが、寝る時はこうですね。で座っているとちょっと動かし方によると、その重力のかかり方が違ってくるので、また違った筋肉を使う、それによってまた歪みを整えていこうじゃないかということです。まずですね、関節なんですが、簡単なんですね。こんなことやります。単純に今3つの動作をやったんですが、じゃあこの動き全部を日常の中でやってるかというと、ほとんどやってないはずなんですね。せいぜいこんな動きですよね。でそして何か従事しているときは固めてやっているので、その方向にずっと筋肉を使ってますから、それはその方向にこう歪んでいって、その体勢をとって、その姿勢をとることによって体はやっぱり歪んでくるんでしょう。僕たちがやっているこう武術武道もそうなんですけど、やっぱり組手というものがあるんですけどね、やっぱり1対1だと前に対して意識がいきますから、こうですね、まさか前にいる人間をこう相手にしても後ろをこんなことしてる人はいないわけですが、やっぱりそっちに対しての意識が濃くなりますから、必ずそっちの方に体が偏っていきます。その方向で動かしますから、なおさらです。ですからこういう考え方のもとに、じゃあいろんな方向に関節やら筋肉を動かしちゃえば、そういうところが解消できて、なおかつ動きが良くなるんじゃないかというふうに実験していたところ、実際そういうふうになりました。
ですからこうやって全体的な歪みを整えるんですが、自然と発生してしまった膝の痛みとか腰の痛みが改善された方もいます、理屈から言うとそうだと思いますね。こういうのをこのクラスではやっていきたいと思います。体操それ自体が日常の動きの延長にあります。まあ、確かに一つのこう形を取ったりするのですが、特別な形もありませんし、そんな激しい動作もありませんから、運動が苦手な方ですね、はい、あとは形を覚えることがまあ苦手というか嫌な方も無理なく取り込めるようにできるようになっている体操です。一度僕のクラスはほとんどなんですが、初回は無料です。無料体験でやっておりますので、ぜひ一度体験されて自分の体が変化したことを実感していただければよろしいかと思いますね。その後でもこう入ってこうやっていただければよろしいんじゃないでしょうか。まあ武術武道をやっぱり専門にしてきたものでね、ちょっと変な威圧感もあるかのかもしれないですけど、人間としては柔らかいと自負しておりますので、ぜひ気軽にお越しいただければと思います。ではボディバランス体操の説明でした。